フランク・ラムジーはアメリカ合衆国ケンタッキー州ホリドン出身のバスケットボール選手。出身大学はケンタッキー大学。NBA のボストンセルティックスが1950年代後半から1960年代にかけて達成した伝説的な8連覇時代の主力選手の一人であり、シックスマンとして活躍した最初期の選手である。1982年には 伝道入りを果たした。フランク・ラムジーこと、フランク・バーノン・ラムジー・ジュニアはマルチな才能を有していたスポーツ選手であり、ケンタッキー大学時代はバスケットは元より野球選手としても活躍した。バスケットでは、伝説的なコーチ、アドルフ・ラップの指導のもと、アレックス・グローザやクリフ・ヘイガンダと共にプレーし、2年目の1951年の NCWA トーナメントでは、 決勝でカンザス州立大学を破り優勝を果たした。しかしラムジーは1952年にカレッジバスケ全体を揺るがした一大スキャンダルに巻き込まれた。そのスキャンダルとは金銭授受が絡んだ八尾町疑惑でありカンザス大学も家中のチームとなりラムジーのチームメイトであるアレックス・グローザラが容疑を認めた。結果カンザス大学は 全米大学体育協会では最も重い罰となる出場停止処分を受け、ラムジーは4年目のシーズンを棒に振った。大学を卒業したラムジーは1953年の NBA ドラフトでボストンセルティックスから全体5位指名を受け、さらに彼のチームメイトのクリフ・ヘーガン、ルー・チロ・プーロスもセルティックスから指名を受けたが、3人はすぐに NBA 入りはせず、 失ったシーズンを取り戻すために大学院生となってケンタッキー大学に戻った。ラムジーは1953から54シーズンに平均19.6得点の高成績を記録し、チームも25戦全勝、a p 通信の全米ランキングでは1位にランキングされた。しかし NCWA トーナメントでは全米大学体育協会が大学院生の トーナメントの参加を禁止していたため、アドルフ・ラップはトーナメントへの参加を辞退した。ラムジーの大学通算成績は1344得点1038リバウンドだった。ラムジーは1954年にセルティックスに合流するが、クリフ・ヘーガンはビル・ラッセル獲得のためセントルイス・ホークスにトレードされた。大学時代に苦楽を共にしたラムジーとヘーガンだが、NBA では ライバルとして対立することになる。当時のセルティックスは未だ中堅チームの座に甘んじていたが、ボブクージーにビルシャーマン、そしてラムジーと後の栄光の時代への土台づくりは着々と進んでいた。ラムジーはルーキーイヤーの後に兵役につくため1、シーズン半セルティックスが離れるが、再合流した1956から57。 シーズンにはビル・ラッセルとトム・ヘイン・ソーンが入団しており、セルティックスはこのシーズン44勝28敗の好成績を収めた。ラムジーは十分に先発級の実力を持っていたが、ヘッドコーチのレッド・アワーバックはあえて、ラムジーをシックスマンとして起用。これが走行し、プレイオフを勝ち抜いたセルティックスはファイナルでヘイガンが所属するセントルイス・ホークスを破り、 初優勝を果たした。翌1957から58シーズンにラムジーは、キャリアハイとなる16.5得点7.3リバウンドを記録し、以後も平均15得点前後を記録するチームの有力な得点源として活躍した。セルティックスは1958から59シーズンに2度目の優勝を果たして以後、空前の8連覇を達成し、 1964年に引退するラムジーは6回、初優勝を加えると、計7回の優勝に貢献することになる。シックスマン起用だったためオールスター出場や個人賞などとは無縁だったが、彼は伝説的な8連覇時代のセルティックスにおいて、ラッセルやクージー、シャーマン、ジョン・ハブリチェックらと並ぶ重要な選手であったと評価されている。以後セルティックスは、 ラムジーの後任となるハブリチェックや1 9七十年代のポール・サイラス、八十年代のケビン・マクヘール、ビル・ウォルトンなど、シックスマンに優秀な選手を置くことが伝統となり、他にタグ読みない大きな成功を収めるに至った。また、ラムジーの活躍はそれまでは一番優秀な控え選手に過ぎなかった、シックスマンの地位を大きく押し上げることになり、チームの切り札として、 試合の重要な要素となった。ラムジーは自身7回目の優勝を飾った1964年を最後に引退。NBA 通算成績は旧シーズン623試合の出場で8378得点3410リバウンド、平均13.4得点5.5リバウンドの成績だった。彼の背番号23は、 セルティックスの永久欠番になっている。ラムジーは1970年に地元ケンタッキーの ABA チーム、ケンタッキーカーネルズのヘッドコーチに就任。1シーズンだけ揮し、32勝35敗、勝率478だった。ありがとうございます。